マミモメモさやかです。黒の奇跡2の第3部シールートをやってるところで一番最初のマラソン中ですね。あ、いや、マラソンが終わりましたので駅前通りの掲示板を見ます。ミッシー賞の危機裏会決、あ、ロージーさんってそっ、あ、そっかそっかそっか、なるほどね。裏解決屋さんは新デザインに生まれ変わったミシンについて賛否両論があることを知ってる？実はその新ミシンに批判的な旧ミシン派が悪いことを企んでるみたいなの。ミシンのためにもそんなことをさせるわけにはいかないわ。悪事を食い止めるためにどうか力を貸して駅前通りの休憩スペースで待ってるわ、とのことなんですけれども、こちらですね。だからロージーさんそういう方でしたね。なんか場所と雰囲気で覚えてるから移動されると分かんない人がたまにいる、うん、時間がね、このあとミッシーショーがあるって話でしたもんね。はい、新ミッシーと旧ミッシーというのはクロスベルにあるミッシーの生まれ故郷ミシュラムワンダーランド。戦役後帝国資本が引き上げた隙を狙ってその株を大量に買った存在がいた。それがバリス投資銀行ね。こうしてミシュラムワンダーランドの大株主になった。うん。それ以来バリス側は共和国方面への事業展開について口出しをするようになった。ミッシーの着ぐるみのデザインもリニューアルされた。なんか動けるミッシー、踊れるミッシーになってたよね。そうそうそう、旧デザインよりも動きやすさが重要視された形に。エレインちゃん、おかげでたくさん動けるようになって表情豊かなミッシーを見ることができるようになったけれど、反面ぽってるとした可愛らしいボディラインは失われてしまったエレンちゃんどっち派なの、まあ、どっちもアイス派かなロージーさんは解釈違いなんねぽっちゃりボディが最高だったと。ミッシーからのゆるさを奪った。確かにね、一回ミッシーなんかこうちゃんと真面目にやって、でまたすんげー緩くなってで基本的にグッズめっちゃ緩いよね、リアルグッズね。何せこいつは学生時代から続く筋金入りのミッシーファン。バン君がこの顔で言うって、ね、知ったような口を聞かないで。本当にそれバン君、知ったような口を聞かないでそれに上には上がいるのよ私程度で筋金入りだなんておこがましいわ。ティオとかね、ジンゴちゃんもねあとラウラね このアーロンの何とも言えない顔もいいな。私はもう旧ミッシー派じゃない。あ、そうなんだ。どっちのミッシーも可愛くて思えるようになった。あー、確かにね、そうね。なんか推しが一瞬変わってしまっても、でもこの推しもいいよねって応援し続けられるロージーさんは素晴らしいと思うよ。うん、いがみ合うよりはその方がよっぽど素敵だと思う。いいね、ジュニスがこれ言うのめっちゃいいですね。本家本元であるクロスベルでは旧ミッシーに会える。確かにね、過激な旧ミッシーがね。うん、過激派の一人がトリオンモールで行われるショーを妨害しようとしてる。なるほどな。うーん、うん、オッケー。そうね、モール警備員や警察でもさ多分や取り合わないだろうな。警備員はじゃあまあ気をつけるよみたいなぐらいだろうけど、警察は何にもしてくれなさそうだな。噂レベルの事件に配慮してくれない可能性があるね、警察はね。そっかそっかそっか、あー、なるほどな。あー、ケースデギルドで正しく裁くというのも必要か。まあエレインちゃんはそう言うよね。今回妨害しようとしてるやつは一人。あ、そうなんだ。へえ。どこで聞いたのそれ。ミッシー役の人を暗殺する
うんと受けましょう。なんかキャンセル分もね気になるけど、ここは素直に受けときましょう。はーい、うんうん、4SPG 始めるとしましょう。はい、今から行きまーす。ついてきてね。はい、トリオンモールに来ました。ショーの準備がやってますね。上風船なんだ。うん、まあでも人が多いからこそなんか怪しい人逆に見つかるとか。ああそうだね、ショースタッフにはね。うんうんうん、舞台の袖。はーい、上気になる。ほんとだ、ある。不自然にたくさん、え、さっきあった、さっき絶対なかったよね。トリオンモールへようこそ。え、めっちゃあるじゃん風船。いや、めっちゃあるじゃん。めちゃくちゃある。映画館、各種アンテナショップも目白押し。この人ね、スタッフさん。うん、ブーイングとかか。あー、よかった、ちゃんと聞いてもらって。犯人探し、匂うやつもいる。うん、さすが。一人大通りでうろついてるあの女性、めっちゃ目つきがあれですね。何か紙を配ってる。反移民テロリスト系じゃなくって風船を配ってる男性。前さ、なんか風船配ってる人で怪しい人いなかったっけ。前っちがゼロか青の時。どっちから行こうかな。どっちかな。怪しい中年女性。何？みんなの力で旧デザインにしよう、戻そう。うん。はるばるミシラルワンダーランドに通い詰めるほどのミッシーファン。マジ？すごいね。大陸一。ミッシーを愛している。香水。共和国で見かけるミッシーは本家のミッシーを踏みにじってる。長靴を履いたミッシーしかり。うん。エレイちゃん同調しちゃった。そこ署名活動してんのか。うん、なるほどね。行動力がある子って。さっきはいなかったよね。風船配りの青年さんです。もともと装飾用風船スタンドや天井に飾ってる。ああ飾ってるか。
もあれ飾ってんのか。日雇いのバイト、長年のミッシーファン。塗装修理屋で働いてる。屋根や外壁のペンキを塗り直す。趣味はマシンや機械尻。いたしゃを作ったことある。へえ。特務支援課もミッシーのいたしゃ作ったことあるよ。ミッシー風の耳や尻尾やパーツもある。へえ、すげえな。あ、ほんと見たい普通にそれはすごいわね。少し気になるかもしれないわ。今のミッシーは本当のミッシーじゃない。なるほどね。旧ミッシーのがどれだけ可愛かったことか。なるほどね。この方からレモンの香りがする。レモン。ああ、なるほどな。確かにそれはそうか、広まったっていうね。匂いが気になった。レモンの。どういうこと？え、全然わかんない。あえて言うなら風船配りの人かな。この人本当にただ行動力で署名してるっていう感じじゃない？風船配り？あ、違う？女性の方は署名活動を行うことで新ミッシーを失脚させようとしてた。活動家としての名刺を持ってるぐらい。あー、パーだしバレるしみたいな感じか。なるほど。シズナだったらそこすっ飛ばしてバッてやっちゃうってこと？いつも噛んでなんとかなっちゃう。おい、え、合ってたってことね。はい。もうそれしかないっていうか、なんかもうレモンがうんたらって言うから。フェリー頼んだ。フェリーちゃんに頼むの。膝かっくんやったの。切ってみようか。え？液体がこぼれた？ペンキ？あー、え、すごいね。それで飛ぶんだ。香り強めのレモン。柑橘系の果物に含まれている成分はゴムを溶かす性質を持っている。あー、なんか聞いたことあるかも。なるほど。へー、あー、なるほど、考えるね。へー、そっか、賞を台無しにしたいか。へー、なるほど。バカね、自分が何をしたか分かっているの。新旧関係なくあなたはミッシーのファン失格よ。始まっちゃおう。どうする？すごいな。裏解決屋もすごいね。おのおの自分が持てるスキルを存分に発揮しているし。え？2 分以内に？そういう。ああ、なるほど。あ、2分あるんだったらまあまあ。これどうするの？あ、なんか出た。バッツ。
可愛い、あ、可愛い、可愛い。これ全部持てるんだね。こういうこと。これ以上持てない。一度カトルのとこに戻ろう。なるほど。はい、全部取った。こういうのもあるんだね。面白かったね。エンジョイミッシー。この笑顔のためにわしらは頑張ったのですな。みんなの笑顔を守りました。あ、ほんと。問題はこの、あ、しまった。これはアライメントがあるやつですか。すべてのショーのセリフを暗記している。過去に発売されたすべてのグッズを持ってる。すごい。あー、偽物の方が本物になっていくか。なるほどな。想像通りであるが、随分とこじらせてる。依頼通り内々に済ませるにしても、このまま放置したら事態は悪化する。そうね、ちょっと懲りなさそうではあるよね。心の底から持ってそうです。怒りじゃない、叱り飛ばすか脅してみるか。釘を刺すか。なるほど。難しいな。叱ってなんとかなんのかなっていう感じあるんよな。脅すしかないでしょ。あ、本当？マジ？どう、お願いします確かに勝手に読んでた。やあ、ミシ、旧ミシ派というのは厄介みたいだね。私が手を貸してあげようか。情報操作でも脅迫でも暗殺でも秘密裏に貫通してあげるよ物騒。そうだけど、でも先に仕掛けてきたのは君の方だよ。マスコットキャラクターというのは人気があってこそ価値があるんだろう。つまり新ミシは人気を糧に生きている。その人気を否定し貶めるということは命を奪おうとしたも同然。うわー、待って、捕まっちゃうやり返されても文句は言えないよね大事なさ、なんかその刀をさ、こんなことに使うこんなことって言っちゃった。ふむ、話し合いね。なら君の方こそそうすべきだったんじゃない。ずるい手段を使ったところで君の主張は誰の胸にも響かないよ。なるほど、確かに。なるほどな。ミシシ、みんなここにいたんだね。推しが来たよ、推しが。ちょっと解釈違いの推しが。こんにちは、ミシだよ。初めましての人は初めましてだね。そういえば私、実況のさ、挨拶で初めましての人は初めましてって言ったことないんだよね全然どうでもいい。裏で着替え、古本、ワンダーランドに帰ったはずじゃん。元気がない人がいたから気になって会いに来ちゃった。なんということでしょう。あのね、僕ワンダーランドから出て共和国に来たばっかりなんだ。だからまだまだわからないことが多くて眉毛もふにゃふにゃしちゃうんだ。だけど僕の夢はみんなとエンジョイしてたくさんのハッピーを届けることうん、だからいつかお兄さんもハッピーにできるように頑張るね。ミッシー、全部僕が悪かったんだ。デザインばかり気にして君を理解しようともしなかった。話してみて分かったよ、ミッシーの魂は変わっていなかったんだね。本当にごめん、そしてありがとう、ミッシ
やっぱりミッシーは最高ね。そうね、一歩ずつ歩み寄るね。はーい、はい、よかった。これでマグ引きだ。マグ引き。報酬が振り込まれたわ。かんつい。カオスなんだ。それカオスだ。あ、6に、あ、6マックス。デッドリフレイス。最初にカオスがマックスになっちゃった。え、最初にカオスがマックスになっちゃったっていうか、なんかグレイとロー6になる気配あんまないけど。どうしよう、私の選択カオスすぎるんだけど、どうする。トリオンモールへようこそ。首都のランドマークトリオンタワーをはじめ、ファストファッションからウェルネスストア、映画館、各種アンテナショップも目白押し。早くも人気沸騰中のね、なんかみんな押したね。ちょっとあの魔が差しちゃった。はい、釘三章かないとですね。叱ります。ここは叱り飛ばす形で釘を刺しておくか。ここは私に任せてくれないかしら。そうか、分かった、任せるぜ。私は昔からミッシーが好きだった。だからあなたの言い分もわかる。だけど一つ聞かせてくれるかしら。あなたはファンになったばかりの頃の気持ちを覚えてる。それが純粋な好きという気持ちだと思う。あー、そっか、好きっていう人の気持ちを踏みにじったね。勝手に他人の好きという気持ちを踏みにじっていいわけがない。いい顔なのに後ろの人が気になるな。そうね、それだわ。なんかさ、本当のファンだったら他の人のファンを尊重することを知りなさい。これだわ、なんだろうな、これよね。そう思う、私もリスペクト。本当に申し訳ないと思っている。こっからは一緒かな。すいません、なんか、あ、でもやっぱワン君手前にいるせいもあるのかな。ワン君の方が大きい気もする。ダメだ。なんかでも日頃遊ばないからすごい新鮮だな。なんか新鮮すぎるな。必死に走ってる石面白すぎるな。はい、ということでミッシー会でした。セントルマルシェの掲示板です。確認いたしましょう。旧下水道の手配魔獣ドローメパイセンか。おー行きます。シャード展開。さ、いつもの感じでいきますか。うわー、死に方も気持ち悪い。はい、勝ちました、余裕。これにて一件落着だね。はい、落着。映画を見ます。ロックボードの冒険黄金の最悪がですね、 A ルートで一通り見てるんですけど、その時にシズナだけいなかったのでシズナを誘います。どうでしたか。映画に出てきたあの遺跡は本物なのかな。撮影のために作ったのかな。どっちだろう。ロケーション撮影、ちょっとしたセットなら用意できる。ああ、一部とかね。うんうんうん。あとは災いを起こす秘宝を用意すればより本物らしい映画が撮れる。うんうん。大陸東部で探せば何かしら手に入る。へえ、そうなんだ。
まっすぐ見てんのマジで可愛いな。それっぽいものはいくつか見たことある。へえ。確かにね、真面目におっかねえの持ってこられると困るよ。次は100 days なんですけど、こちらはですね第2部サイド B、アニエス、ナーディア、スウィンが3人で見ただけなのでみんな見てないんですよね。なので一通り見ます。アニエスとアーロン、あれエリちゃん見ないの。どうでした、リベールのお話は。良いでしょう。戦争映画は深刻な題材なだけあって見るのを避けちゃう人もいますけど、自分が生まれる前だったり知らない過去の出来事を追体験できるのは学びになる。そうだね。こういう創作物を生み出せるのは生き残った当事者が証言を残しているから。現地に赴いて記録を残してくれる準軍事者や戦場カメラマンのおかげ。なるほどね。リンゴさんのようにすごいなんか真面目だね。アニエス、いずれリベール王国を訪れた時は戦争遺跡を巡って当時のことに思いを馳せたい。一緒に行こうアニエス。みんなと一緒に行きたいね。ありがとう。100日戦役は17年前になるのか。もう17年前か。俺も一応生まれちゃいたんだな。あー確かにね、確かにそうだね。これ世相って読むんだ。世の中のありさま、社会の様子、当時の世相や方法、行動をよく知らねえ身からしても分かりやすい内容だった。おお。説明で伝えるよりも描写で伝わることが大事。確かにそうかもしれん。いい顔だな。設定や長台詞であれこれ説明するより絵面として見せる方が合ってる。次はリゼットさんとカトルくん。戦争は当然あってはいけないものです。ワルドック社は戦いの場でこそ利益を得る会社、死の商人と揶揄されても致し方ない。因果が商売ね。そうね。戦争や飢饉、経済不況、どんな不幸の中でも利益を得る奴らってのはいる。そうね、そうね、世の中に役に立ってる側面ね。そうなんよね。そうね。動力飛行船を開発した当時の技術者には敬意しかない。その発明がなかったらあの起死回生の反抗作戦は成し得なかった。確かにね。実用化されて後々共和国で軍用ガンシップが生まれることにもつながった。技術の発展ってのを戦争のあり方まで変えちまう。確かにね。でもなんかホッチキスは戦争があったから生み出されたみたいなの聞いたことあるな。無人宮用艇ね。そうね、確かに。そうね、すべての技術には責任があるね。次はエレインちゃんとシズナです。カシウス大佐、今私甲冑城だったわね。私としてはやっぱり遊撃士の先輩の印象が強いけれど。確かにね。リベル王国軍の総司令であり、大陸全土でわずかしかいない S 級遊撃士の一人。会ったことはあるのか。残念なことにまだない。そうなんだ。へえ。百日戦役を機に退役されて遊撃士になって7年ほど前に軍へ復帰されたから。7年か、そっか、7年なんだ。高額のためにもいずれお会い、ぜひお会いしたい方ねー。すごい力強く言っちゃった。カシウス・ブライト、やっぱり世間的には王国軍の期待の戦略家という印象が強いんだね。八王一刀流の牽制としての描写はほぼなかった。確かにね。牽制ね、そう呼ばれるやつはみんなあの勘の目が使えるものなのか。あー確かに、リンコン使ってたけどね。その域に達してなくても使える人はいるかもね。ただ牽制と呼ばれるのは断りに至ったものだけ。あーそのあのあれね、リン君がそうだったようにね。そして断りに至ったものは神羅万象を見通す、本来の本質を見抜くことができるとされる。なるほどな。それが真の強さであり、指揮官として並外れた能力につながる。なるほど。
お前さんが軍を率いる将になったら恐ろしすぎる。確かに将になることにあまり興味はない。確かになんかこう指示するよりやる側みたいなね。つわものと出会える機会に恵まれるのは悪くない。なるほどな。次はファイヤーシャークを見ます。こちらは第2部サイド A でラングポートで見たやつで、アーロンとフェリとリゼットとシズナは見たことがあるんかな。ファイヤーシャークどうでした？アニエス、皆まで言うな。どうしてバンさんは私をこの映画にと疑問に思っていることだろう。とても興味深かったのは確か。見たことのないジャンル。確かにアニエスファイヤーシャークか。作り手のこだわりと愛を何より感じられた。なるほどな。一度見ただけで B 級の映画の旨味を悟ったのか。うむ、それが伝わっているのなら俺からはもう何も言うまい。終わっちゃった。あ、教えてくれるんだ。あ、今ねシズナファイヤーシャークどうだったかなと思って選んだら、一緒に見たなって言ってくれるんだ。なんて感想に変わるんだろう。どんだけ同じ映画に付き合わせるんだよってなってないかな。ちょっと確認したいんだけどさ、すごく緊迫した盛り上がるシーンで登場した感じのファイヤーシャーク、どうした？思ってたよりサイズが小さくなかった。あ、すごい真面目に見てくれてるじゃん。やはり気づいてしまったか。もっとこう人間を丸飲みするような巨大ザミをイメージしてたんだよね。でも実際はパクッと噛みつくようなサイズ感で。ほら、映画ポスターだとありえないほど大きかったよね。あー、確かに。あれこそまさしく丸飲みする勢いでさ。あ、鑑賞前に観客の恐怖心を煽る素晴らしい出来だよな。B 級サム映画の洗礼を受けたな。俺お前も一人前だ。え、うん、どういうこと？どういうこと？バン君いいね。バン君はさ、やっぱさ、そのさ、自分がアラミス高等学校の時にの学芸祭の時に自分が書いたあの台本をね、そのエレインちゃんとかルネとかにと一緒にやってたっていう話があったじゃん。なんかそのいいな、なんかこう B 級の真骨頂だな。シズナはあれなんだね、普通に2回目でもちゃんと感想言ってくれるんだね。ワン君 B 級映画好きだね。で、何を残すかなんですけど、リゼットさんとシズナをあげたいんだよね。なので100デイズをリゼットさんとシズナと見ます。やるな。あった、いい汗かいたね。贈り物をします。オタルタマのスカーフリングをリゼットさんに。ありがとうございます。いいね、光るスカーフ。ブルーキャスケットをシズナに。ありがたく頂戴するよ。ジムカード、あ、これね、庭園でのガチャで出たやつだ。こ、あ、ポイントを得られる。ポイントだけなんだ。自分へのご褒美って。あ、20ずつ。自分へのご褒美。え、何個か持ってる。大切にしますね。なるほど、こうやって絆をあげることもできるんだ。大事にしますね。これ最大2個重複なんかな、その7万3000ぐらい溜まって、それでかなり引いたので、大切にいたします。多分各キャラ20個ずつじゃない、2個ずつあるあって、全部取ってんのかな。私ありがとう。なんか気づいたら食べ物も結構溜まってるな。食べてないの。ちょっと戦闘中気にして食べていきましょう。というわけで、ここまで見てくださってありがとうございました。バイバーイ、またねー。